セサミストリートに登場するマペットは、アメリカ合衆国と日本のセサミストリートに登場するマペットである。マペットの数は1800人以上いる。ザ・マッペッツのクリエイターとして知られるジムヘンソン。1989年頃の写真ジムヘンソンは、これまでセサミストリートに登場するキャラクターを多数作ってきた。番組への関わりは、1968年夏に、 ボストンで開催されたカリキュラムの計画セミナーで、ジョーン・ガンツクーニー社長に出会ったのがきっかけである。著者のクリストファー・フィンチは、前にヘンソンと共に働いていたジョン・ストーン監督が、ヘンソンを乗せることができないなら、人形なしで出演するべきでしたねと心から、感じていたという。ヘンソンは、気が進まずにいたが、社会的を、目標のためにセサミストリートの仕事に参加することを、 受け入れたまた、セサミストリートでのマペット所有者に対する成功報酬を捨て、非営利プロデューサーである、チルドレンズテレビジョンワークショップで生成された収益を分割することに決めた。マペットは番組を盛り上げるための重要な一つであり、国民らはヘンソンの注目を集めた。2001年以降、CTW の名前が2000年に変更され、現在は、 セサミワークショップが持っている。この番組にデビューしてからマペッツでも多くのマペットを演じてきたフランコズ。この番組のデビューから2018年に引退するまでビッグバードとオスカーを演じたキャロル・スピニー。アーニーとカーミットなどを演じたスティーブ・ホイットマイヤ。1985年から2012年までエルモを演じたケビン・クラッシュ。グローバーを演じたエリック・ジェイコブソン。 二つ頭のモンスター、クッキーモンスター、ベビーベアなどを演じた、デビッド・ラットマン。牛のグラディとママベア、ゾウイを演じた、ジェニファー・バーンハート声優としては、ルーズベルト・フランクリン、俳優としては、ゴードン・ロビンソンを演じていたマット・ロビンソン。ビッグバードの家族、グローバーの家族、エルモの家族、クッキーモンスターの家族、オスカーの家族と関係者ベビーベアの家族、アビーとルーディの家族。 バートの家族、ジュリアの家族カーリーの家族、エリザベスの友達モンスタークラブハウスイスラエルのマペット、リホーブサムサムでのキャラクターポルトガルのマペット、ルアセシモでのキャラクタードイツのマペット、セッサムストラッサでのキャラクターノルウェーのマペット、セサムスタジャンでのキャラクター。ありがとうございます。